若林舞子は FBS 福岡放送のアナウンサー。広島県広島市出身。実前は女優、タレントとして活動していた若林翔子。2002年、広島市立大学国際学部を卒業。大学在学中の2000年4月から2002年3月まで、地元の中国放送ラジオで、 日曜日22時から24時まで放送されていた夜のワイド番組ラジオ N ファンキーモンキーオッキーでアシスタントを務めていたほかそれ以前にも単発スペシャル番組などに出演していたちなみにラジオ N の当時のメインパーソナリティは現在九州朝日放送に在籍する沖重義。大学卒業後 FBS に入社入社当初より明太ワイドに出演 川上康らと天神のイムズ前の中継を担当したほか、FBS の本社移転後は金曜のスタジオ司会も担当していた。番組担当以外にも FBS の地上デジタル放送推進大使を務め、CM で他局にも登場していた。私生活では2005年に電通のグループ会社に勤務する男性と結婚し、翌2006年に妊娠。同年9月で産休に入り、 地デジ大使や、明太金曜日のスタジオ司会は後輩である、中谷明子に譲った。11月15日、男児を出産。約1年の育児休暇を経て、2007年9月18日から、ニュース要員として仕事を再開し、10月1日から、明太ワイドに司会として復帰した。金曜日は引き続き中谷担当となるので、月曜日から木曜日までのニュース以外の進行を、 担当したが、2008年4月からは、明太の進行を後輩アナウンサーの伊藤前に譲り、中継担当に戻った。2009年、第2子を妊娠したため、9月からレギュラー番組の担当から外れ、長女出産に伴い、約1年育児休暇を取った。2011年3月より仕事に復帰し、3月2日の明太ワイドの中継で、テレビ画面に戻ってきた。 ありがとうございます。